はい、どうも、こんばんは、ケンタです。いきなり食らっていく。なんでね、こんなね、いきなりこの雪女との戦いのところで始まってるかというと、まあ、この前にね、まあ、雲女のステージがあって、でその後この雪のステージって感じだったんだけど、録画の企画をミスりまして、全部ですね、撮れてはいたんだけど、ちょっと編集できませんっていう状態になってしまって、動画になっておりませんということで、本当に申し訳ない。で、この雪女戦もね、ムービーのところはね、撮れてないのは、これ2回目でございまして、初見はね、1回行っちゃったんだよね。で、そこで、あ、撮れてねえやーって気づいての今って感じ。強っ！いやー、強え。なんかね、ガードの削りがすげえ半端ないんだよね。特に飛び道具が。そしてこれ、あとは雪女をやるだけと。あのね、いい直政とかね、ちょっとムービーで出てきたりとかもしたんで、本当に、乗せたかったんだけど、そういうのもね、全部、ちょっと、録画ミスでね、撮れてなかったんでね、本当にもったいないことしたなと。おー、なんだこれ。マジ？きつくね。いやー、対策がマジでわからねえ。どうしましょう。今ね、結構その槍をね、メインで使ってるんだけど、ちまちまさ、やっててさ、勝てるもんなのかね。まあ、こういう、いや、えっぐ。シンプルな、あとこの氷ゾーンに入るとダメージ食らっちゃうみたいだね。これは気をつけなきゃいけない。いやー、ほら、この削りよ。これ一回ね、縦受けし、雪受けしちゃうと結構厳しいものがあるんで、戦略もきついなー。あ、ただこのぐらいのリーチあったら届くか。間に合うか。危ねえ。よしよし。これはチャンス。マジヒットアンドウェイで行くしかないよなー。この攻撃はよくわからない。あ、でもこの作戦でいったらとりあえず序盤はなんとかなりそうか。もう戦略がね、1個しかないんでね、今回はきついか。 OKOK、 氷が出たら近づかない。いや、これおかしいでしょ。ガード削り、あの武器、氷の武器投げてくるやつは。いやー、これダッシュじゃ受けれねえのか。戦略なしか。きついな。オッケー、これチャンス。え、急な組打ち、嘘だろ。でね、なんかね、記憶に全くなかったんだけど、この炎属性がついた刀をね、どっかで拾ってたみたい。この刀は多分イベント刀じゃないんだよね。こう波泳ぎとか雷切りとかみたいにじゃないんだけど、たまたま炎属性が付与された刀をゲットしてたんで、まあ氷に対して炎が効くとか、そういうなんつうの、相性的なものがあるかは分かんないけど、とりあえずこれを使っていくか。これで少しダメージ稼げるなら有用といったところだが、やはり槍と違ってね、リーチがないんで少し近づかなきゃいけない。嘘でしょ。あぶね。まあさすがに戦略1個食わねえと無理だな。なんか蝶々まとってるけど、いやー、これ踏み込みのタイミングがマジわからねえ。よし、ここを避けたら戦略。あぶねえ、誘われるとこだった。で、これは、いや、わかんないわかんない、戦略かな。そんな美味しいことはねえか。まあいいや。あぶね。これダッシュでかわせるよな。よし、これは走ってるよ。かわせると思ったけど無理だった。もうラストの戦略ですね。回避がむずい。
現状槍の方がダメージ稼げてたな。どこで来んのかいまいちよくわかんねえんだよ。かといってあんま受けてもいいことなそうだしな。やっべ、いや怖い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 、どうしようどうしよう、戦略ないし、これ避けて、やば、出た出た、ちょっと待ってちょっと待って、これマジでわからん。正直槍のリーチは捨てがたいんだが、刀にも一応突き攻撃はあるんでね、この突きをうまく使ってちょっと離れたところからヒット&アウェイ仕掛けていけばいいんじゃないか。うん、早いな、オッケー、危ねえ、誘われてた、受けて一発、もう一発、危なっ、やばい、まあ属性ダメージか、足元で食らっただけと思いたいが、氷のこの、あっぶね、制約飲んどこう、さすがにまずい、3連続はガードでいい、これもいいや、避けて、いいペースじゃない？はい、ごめんなさい、まずいな、あぶねえ、とりあえず生きてた、いやーよかったよかった、若干やっぱ月のモーションはね月がでかいんで、ガード削れた、あぶねえ、OK、よし、所払いをして、まれに見るいいペースじゃない、そっかこれ後ろまで回り込んだいいこともあるのか、嘘だろ、危なっ、くるー、 OK、 うん、いやー怖い怖い怖い、あっ油断した、千夜がまだ1個残ってるか、え、ちょっと待ってよせこくないそれ、寝てるけどまだこっち、まあでも寝てるからやられないなんていうのはね、あのゲームならではの話であって、これはもうリアルな、リアルのこの差し合いでは意味をなさないと、そう言いたいわけですね、雪女さん、早い、果たしてくれ、頼む、オッケー、この氷が切れるの結構さ、実は出始めだけなんだな、攻撃の判定はこのぐらいからもういっちゃっていいってことなんだな、オッケーオッケー、それが分かっただけででかいぞ、切り込んでいって、これ出始めだけ良ければ OK、 よしよし、これも後ろに回り込めば、いやこれはちょっと怖いけど、なんとかなんとか避けた、なんとか避けた、ウィリアムこれ絶好調だぞ、やばい、危ねえ、よかった、俺の泳ぎ方がいまいちわかんねえけど、まあもう諦めよう、そしてこれはもう決め寄っちゃっていいと、いいこと勉強させてもらったぜ、なるほどね、これ出始めだけだな、近くいた方がいいか、逆にやっちまった、危ねえ、戦略まだ残ってるんで落ち着いていけば問題ない、ただ距離の詰め方が怖い、ここは大丈夫、ただあんまダッシュを使いすぎると
オッケー、これかなり追い込んでんじゃない。来た、ダッシュが来るのか。あぶね、壁はめされてる。ラッキー、来るなこれ、突撃が。俺は今回かなりチャンスが巡ってきているような気がするが、いや、ただ攻めねえときついぞ、攻めねえときついが、あいやー、よかったと、いや今まで一番良かったけどね、本当に調子いいときに決めないとね、こういうのはもう一気にまたやられ続ける流れにね持ってかれちゃうんでね。ただとりあえず初手はこれでいけるな。これも出始めだけかと思いきや、意外と判定が残ってるのか。これはこれ出始めだけなんで、ここ攻める、ここチャンスだね。これこういう時チャンスだな。氷の膜張ってる時とこのフーってしてくる時は、しまったー、ごめんなさい、あぶね、いいぞいいぞ、戦略の数あるからな、落ち着いていこう、落ち着いていこうって言ったのに外す。ここはチャンス、やばい、属性がきつい、あぶねー、落ち着いておけるが、これまずい、近づくな、あぶねー、いい、オッケーオッケー、戦略をもう一個飲んどくか。で、こう、突進が来た。ふーわ、チャンスだぞ。氷の膜を張ってくれると、ありがたいんだけどな。どうも、これ遠距離攻撃ばかりだときついぞ。近接だったらいいか。危ない。こっちのスタミナがね、一旦避ける。ダッシュ攻撃で、やばい。これ結構判定残ってるんでね、うわー、これまずいか、間に合うな、危ねえ危ねえ、踏み打ち結構距離と長いな、危ねえ、戦略飲むか、いやー、さっきほどまではいい流れじゃないけど、やばって、マジで見てなかった。でもまあ悪くないんじゃねえかな。あっぷねー、頼む、氷の膜を張ってくれないか。この攻撃じゃねえ、オッケー、完璧だった、今の攻めるチャンスがないんだよね、やばい、ここに来てまた仕切っていくか。完璧だったね、これは。ここは攻めるしかない。よっしゃー、あれよかった、今一瞬ミッション達成してないかと思った。いや、超ギリギリだったけど、いや最後に攻める判断してよかったわ。よーし、でとりあえず雪女との戦い始めからね、動画を撮っているので、まあ、ここはしきっちりムービーまで見ていきましょう。ちなみにこちらはね、本能寺のお話ですね。かたじけのござります、これで殿の、やはり雪女は濃姫だったと、そういう感じかな。舞台はもうね、信長の死後なんで、まあといっても信長絶対出てくると思うけどね。信長様の天下不武の夢が炎に消えた。
蛇の男の術で鬱潮に戻されしも。こぼれるのは嘆きばかり。我が望みはただ信長様と共にあること。白氷鳥、氷の蝶々ですね。どんな効果かは知りません。お、続くね。一応もう近畿編まで来ておりますから。お、陰陽師の天海と申す。天海様じゃないですか。安神様のことは服より伝え聞いております。ペリーなる者は今日の鬼門にあたる比叡山に向かい申した。ゆかりある場所ゆえ案内差し上げましょう。いやもうでも主人公も大阪まで来ていますからね。物語的にはどうなんだろう。打ち明けられぬこともございますが、どうぞ怪しまれますな。何かを隠していると天海様。まあいいでしょう。正直ね、妖術を全然使っていないので、そろそろいろいろ覚えなきゃいけないんだけどね。まあ、ただ使うにはね、それ相応のやっぱり捨て振りをしなきゃいけないからな。まあゲットした武器は微妙という感じですね。そして修行場は特にないか。さあメインミッション、このこれかが出たのと、あとサブが2つほど出ましたかね。うん、よし。じゃあとりあえず今回はここまでで、次はこの比叡山かな。もう呼び方間違ったらごめんなさい。比叡山にね、向かいたいと思います。ありがとうございました。